省吾が担任官藤上校長竹内陸将に対し富士総合仮研修の準備完了報告を行います。ただいまから夜間演習を開始します。はじめに演習間における注意事項について説明します。演習間、会場内の照明器具を消灯しますが、懐中電灯およびカメラのフラッシュなどの使用は安全な演習実施の妨げとなるため、すべての使用を禁止としますので、ご協力をお願いします。会場前の広場は大変危険です。演習間、前方のロープより前には絶対に出ないでください。また戦車が射撃をする際、大変大きな音がしますのでご注意ください。なお本日はご覧のように天候不良により射撃目標地域などが確認しづらくなっているため、射手および前進観測班から目標が確認できない場合は、実弾射撃は行わず射撃号令のみ放送することをあらかじめご了承ください。次に演習構成について説明します。演習は第1部、アンストーチを使用した射撃、第2部、各種の戦場照明および照明下の射撃、第3部、防御における火力戦闘の3部構成です。続いて広場に展開している火器および部隊の位置を緑と赤のランプで説明します。ここでは説明のため、射撃部隊が使用するランプを緑から赤に変えますが、演習間の赤ランプは射撃をする合図となります。向かって左手から87式対戦車誘導弾です。小銃および機関銃を装備した小銃班です。携帯対戦車弾です。84mm 無反動砲です。89式装甲戦闘車です。90式戦車です。74式戦車です。マルヒト式携帯戦車誘導弾です。以上で広場に展開している火器および部隊配置の説明を終わります。なお特化部隊および迫撃砲部隊は原爆地区の地雷でおよそ1000メートルから3000メートルの地域に展開しています。射撃の際、発射の火口が見えますので確認してください。次、74式戦車2両の発射標本により射撃目標地域を設定します。地域の確認に合わせ74式戦車の走行能力を確認してください。
止装置をお確認ください。地上に設置して離れた位置から監視することができる。
Thank you.
はぐれることがございませんよう十分ご注意ください。